皆様こんにちは、 ST ワールドバリスタの牧と申します。本日3月16日夕方4時半ごろ、バリでも人気なスポットクタのビーチにいます。でここにですね、まあ、お飲み物とかが、売ってありまして、でこう進むとですね、まあ、白人の方がいろいろとですね、まあ、ビールを飲みながら、こういうふうに裸で、まあ、飲んでおります。まあ、すごく最高だと思います。でこちらの方の左の方に向かいますと、まあですね、まあ、ビーチが見えると思うんですが、こちらの方にもですね、こういうふうに高い、サーフボードが立っております。でここにもですね、まあ、サーフィングすることができるんですけど、まあ、ここに、サーフィングの、イケメンのお兄さんたちがいます。でこちらの方に行きますとですね、まあ、すぐに、まあ、ビーチが見えるんですけど、まあ、あそこにもですね、まあ、ビーチでサーフィングを楽しんでいる方がいらっしゃいます。なので、まあ、夕日と合わせ、まあ、この時間はですね、まあ、かなり混むという予想がされておりますので、まあ、ぜひ皆様こちらの方へお遊びにください。